はい、渡辺麻由です。各回ドミネーションをプレイしてみたいと思います。マップはシップメント194で最初からであと全員野良になります。今回新しいチャレンジ、これね、これ英語表記なんだけどね、ライフルでマルチキル15回だと思うんで、これヒロイックのね BR 獲得できるんでね、今回ね、松井ジュルナーのこのクラスで頑張ってみようと思います。はい、頑張るぞ。おう。どうだろうな。お。いっぱい固まってるわ、これ。投げない方がいいんだけどね、別に。キル数がまあ伸びんな。ダメだな、全然。6-1。シールドなんかバンバン投げてくるわ、これ。強いよ、これ。よしよし、ヘッドショット入りましたよ、これ。あ、食いたか。進んでる、これ。あ、一回やってるな。早いよ、これ。難しい、手強いね、結構。よしよし、フューリーキル。どんだけ進んでる。おお、もう3回マルチキルやってる、これ。これ弾数が少ないな、これ。ああ。もうちょっと多くしてほしかったな、これ。角間がつけても30発しかないから、これ。ありがとう。助かりますよ、これ。敵こう結構やるわ、これ。20キロやってるんだね。まあまあのキルペースだ、これ。ショイダオンライン。オッケーです。まあまあいいっすね。ベルタ。あっか。24。おお、もう5回やってるな。早いよ。これライフル使っていこう、これ。後半使うか。前半はちょっと使わない。よしよし、29球。ベルタ、コアン、コアン、コアン出す。スモークか。スモーク邪魔だな、これ。スモーク使うなよ、これ。やりづれって。ベルタ、コンカッションバンバン使ってくるな、これ。ダメだな。
いまいちです。これどれだ、結構キルやったからね。マルチキル結構進んでるよこれ。マルチキルっていうのはこれいまいち俺よう分からんのよこれ。トリプルキルぐらいやるのかな、素早く3連続とかなんかな、ちょっと分からんな。リートラなくていいよこれ、勝てるよこれ。弾数がなこれな、空域混雑中。ね、30発って話にならんよこれ。なんでこんな弾数少ないんだこれ BAR って。話にならんってこれ。めっちゃいっぱい固まってるわこれ。向こうに帰ろう。どんな進んでるこれ。おお、7回やってるこれ。超えるよ。B。空挺部隊オンライン。向こうにいるのよ、いっぱい。スクリーミングイーグル。ね、これ30発ってどうしようもないよこれ。ブロンズ弾数がない、弾が少ない。60キル B。結構進んでるよこれ。コンカッションバンバン使ってくる最近のよ。完全に落ちてるよこれ。どんだけ。おお、次の試合で終わりだな。今回の試合で終わらんねこれ。あ、行かないのかこれ。70キロ行ったのか。71。ライフルキル契約終わったなこれ。73キロ。
75、80はいかないか。面白い。75キロ、マルチキル結構進んだなこれ。はい、今回の成績はね、75キロ39です。ダッシュ1、防衛43、スコア6165でした。面白かったね。プラス36ですね。やったね。75キロぐらい行けばいいっしょこれ。はい、プレミアさんありがとうございました。これ結構進んだね。あと5回ですねこれね。あ、これ、あ、これ忘れてたな。次やるかこれ。ライフルで50キル。指令完了でこれ。サプライドロップです、これ。ドミネーションのマッチ、あと16回ですね、これね。これ、チームデスマッチも後でやるんで。101回、ようやく100回まで行ったね。あと49回ですね、これ。あと2日ぐらいやれば終わるかな、これ。今回もこれね。焼夷弾爆撃、空挺部隊、絨毯爆撃ね。久しぶりにこれ、使ったんですけど。BAR ね。レティクルどうなってるんですかね、これね。あ、あと11キロで、このレティクルですね。はい。今回、この、松井ジュリナのね、この、ゴールドキャプテン、エピック BAR のクラスで、シップメント194でドミネーションをプレイしてみました。あとよろしければ、チャンネル登録の方も、ぜひともよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。